はい、やってきました。ヒロニーだよ。このチャンネルは、新築の分譲タワーマンションの紹介だったりですね、賃貸のタワーマンションの内覧内見に行って家賃を当てたりとかしているチャンネルです、はい。興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日もレギュラーの岩本さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。またやってきましたよ。はい、やってきました。今この撮影してるのは夏ですね。もう暑いですね。暑いです。はい、晴天ですよ。はい、いいですよね。まあやっぱ晴天といえばタワーマンションですか。はい、で、今回はちょっといつもはコメントで、くれたタワーマンション見に行ったりとか、僕が見たいタワーマンションを見てるんですけど、今回ですね、ちょっと岩本さんに僕がちょっと頼みまして、今、現状で大阪市内で賃貸で出てるタワーマンションで、このタワーマンションは、20階建てっていう定義にしてます。はい、20階建て以上のタワーマンションで、なおかつ20階以上にの、賃貸で大阪市内最安値、はい、調べてもらいました。岩本さんに私たちが調べられる中で、はい、値段の低いものかつ20階以上っていうので今出てきたりします。そうですね、はい、はい、なんでそれがどこかと言いますと、とりあえずここです。ではい、結構かっこいいですよね。うん、タワーらしい感じですね。これ最安値なんすか。安いですよ。僕これこれで、しかもいいですか、物件名教えていただいて。物件名はメゾンドビレ大阪城公園前。はい、メゾンドビレ大阪城公園前っていう形ですね。あの名前の通り、これ大阪城公園がもうめっちゃ近いです。目の前ですね。で、部屋から見れるかどうかちょっと行ってみないと分かんないんですが、見れるかもしれません。大阪城がすごい場所、いいっすよね。いいですね、開けてますしね。うん、いいっすよね。パッと見の外観も、いやいや、めっちゃこれかっこいいっすよ。これが最安値なのかっていうぐらいな感じっすよ。管理人さんもいらっしゃいますし、管理人さんいらっしゃいます。コンシェルジュとかそんなのじゃないですけど、まあちゃんといるってことですよね。あくまでも賃貸用なんです、ね、賃貸用ね、うん、はい、まあ、最安値の物件ちょっと潜入していきたいと思います。さあ行くぞ。エレベーターホールですね、これ。エレベーター出てきたことなんですけど、めっちゃ景色いいっすよ、これ。見てください。大阪城公園一望できます、ね。めっちゃ景色、これ最安値なんですか、マジで。これはすごいですね。業者ファンサイト見たら一番安かったですね、これが。まあまあ、当然下の階だったらもっと安いです、ね。うん、もっと安いのあるけど、この回数でってことですよね。20回でね、20回以上で。めっちゃ景色いいっすわ、これ。これはいいですね。いい、はい。じゃあ部屋に行きましょうか。はい、お邪魔します。あれ、これなんかちょっと玄関変わってませんか。なんか全体どうぞみたいな。あ、これは何、土足でダメっすよね。いや、土足はダメですね、当然ね。一応脱ぐんですけど、なんか玄関が、はい、僕ちょっとあんまりこういうワンルームっていうのはあんまり見たことないからちょっとあれなんですけど、はい、まず結構でもこれでもワンルームでこんなにあります。いや、珍しいですね、収納ね、うん、こんななんかもう分譲じゃねえかっていうぐらい小スペースになるように、対策はいろいろしてますね。冷蔵庫置き場、あ、これ冷蔵庫置き場か、うん、広いっすよね。明らかに広いのと、洗濯パンのスペースを、あ、これ、ちょっと待ってください。あの、ドラム式の洗濯機ついてますよ、これ。優しいですね。ちょっと待って。で、
まあまあワンルームなんでもうすぐ、はい、この部屋だけなんですけど、あの綺麗です、うん、で天井めっちゃ高くないですか。いや高いです。これめちゃくちゃ高いですよね。っていうかダクトが見えちゃってるけどねダクトがすごい見えちゃってるんですけど、めっちゃあれですね、うん、広々としてるし、広いし、うん、これベランダは出ちゃっていいですね。ね、でいいですかね。はい、すみません。修繕中ですんでちょっとちょっとね、ちょっとそうですね、あのマンション自体にちょっと大規模修繕をしてまして、いろいろちょっとあれなんですけど、ああこれでも大規模修繕だからこうなってんだよね多分ね。普段ないよね、はい、網がかかってて景色がちょっと見にくかったんですけど、これ大規模修繕終わったらあの景色すごくよく見えます。でただこの物件に関しては多分北向いてたら大阪城見えてたと思うんですけど、南向いてるんで大阪城は見えないんですけど、アベノハルカス見えますわ。はい、アベノハルカスは綺麗に見えます。景色いいですね。まあ、でこの眺望は本当に素晴らしい。エアコンついてるし、でこの収納広いし、広いですね。でちょっとじゃあキッチンもワンルームにしてはめっちゃ広いですよね。このなんですか IH ですね。でなんて言ってたってこれすごいですよね。これあんまないですよね。あんまりないですね。しかもドラムをつけてくれるっていうのがね、ドラム式の洗濯機、エレクトルラックスっていう外人さん向けね、うん、なんか日本人向けじゃないような作り方もね、はい、感じですね。キッチンの腰も高いですし、ほんまやね、そう言われてみたら確かにそう。で洗面所です。まあこんな感じですね。これもシャワー飲みますし、へえすごい。でここがトイレですね。ちょっとトイレ、はいはい、全然ウォシュレット完備ですよ、ね、でお風呂ですね。まあまあこの辺はねあれですけど全然綺麗ですね。2003年地区であることを考えると、うんうん、よくメンテナンスをしていただいてるなっていう。綺麗にね、綺麗にしてくれてるし使ってますよね、うん、建具もいいし、いいですよね、うん、これ何畳ですかこの洋室は。 8.4 畳あるんですね。へえ広いですね。広いし収納もあるし、あるし、うん、で天井が高いからものすごく開放感があります。で向きは南向いてるんで、あの明るいですし、えこれマジっすか、いいっすね、まあ、こんな感じです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まああの良かったです。いいですいや、思った以上にいいですよね。地下が広いとかあんまりそういうのイメージしていかなくけど、うん、このクオリティならですよね、はい、これだって一応最安値ですよね。これね20回以上で、ね、はい、安かったってことですよね。安かった、他にあるかもしれませんけど、うん、まあ、まあ今この動画を撮影した時に限っては20回以上で一番大阪市内で最安値っていう形です。そっちの方だったらもしかしたら、ああもしかしたらあるかもしれないけど、はい、これでももう中心ですからね。そうそう、そういうこと、めっちゃ中心ですから、ね、なんで、情報としては家賃を当てたいと思いますね、はい、はい、情報としては、メゾンドビレ大阪城公園前ですね、はい、地区が2003年の4月地区なので地区18歳ですね。ああ18年見えないっすよ、うん、全然見えないっすよ。全然見えない、うん、はい、めっちゃ綺麗ですよ中の外観も良かったし、はい、その中のエントランスも良かったし、いいですね、さん常駐してるし、はい、うん、まあ一応タワーマンションの最、まあね、一応感じですよね、うん、ちゃんとしてるからいいっていいですね。いいですよね、うん、でも一応これ名前はタワーついてないんですか。タワーついてないですよ。つけた方がいいよね。管理会社さん の広告資料には24時間管理常駐タワーマンションってあでかいあったっすね。でもやっぱり僕これ個人的な意見かもしれないけど、結構多分みんなもそう思ってると思うんですけど、住所書くときとかに
ね、どうせタワーマンション住んでるんだったらなんとかタワーとかなんとかタワーね書きたいと思うんですけどね。書きたいですね。ね、メゾンドビレ大阪城公園前タワーでよくないですか。ダメですかね。で平米数がないんです。平米数は 28.5 人平米。あ、じゃあでも一人にしてはまあまあね。まあまあ全然広いですよね。下手したら10平米台もありますもん、ね、あります。だって脱衣所がついて、うん、バス、トイレ別で洗濯パンがあって大体それで25平米ぐらいの標準、はい、になるんで、まあ、はい、ゆったりと広い。キッチン下の洗濯機も昔の時計だと一部洗濯のっていうのが今日は日本製だし引いたら、はいはい、あの、うん、食器、食洗機みたいなタイプの洗濯機ですよね。そう、洗濯機っていうのはあるんですよ。このドラマコーンっていうのは珍しいです。完全外人仕様ですよね、これね。お白髪、私はちょっと180センチなんですけど、はい、高いですね、確かにキッチンの位置が、はい、高いんで、ちょっとね、はい、もう見たら分かるんですけど、そう、背の低い方だったらちょっともしかしたらあっ、みたいな、うん、でもこのお白髪は珍しいですね。高いんでね、はい、はい、まあそれを踏まえて当てたいなと思います、ね、はい。これこのクオリティ見せられちゃって一応タワーで20階以上だから、うん、標高見ていきますよ、はい、8万8000円。もっと安いですよ。マジですか、はい、もっと下っすね。もっと下下下、あ、もしかして8万円切ります。これは切りますね。いや来ましたよ、来ました、8万円切りました。切ります、ね、おお、じゃあ7万9000円。正解。おお、やりました、7万9000円。家賃7万1000円の共有金8000円、うん、新規できゼロ。やったー安っ。クイズ、敷金、礼金ゼロで、強込みで7万9000円ですか。はい、借ります。いや、これは、あ、ヒル、あの、伊藤さん、今、キャンペーンやってますよ。はい、7月中に契約開始しておいたら、ヒルの1ヶ月。あ、1ヶ月か、7ですか。ありがとうございます。面白い、ありがとうございます。これ、今撮影してるの7月なんで、あれなんですけど、これ多分動画で言うのは8月。に余裕になっちゃうと思うんであれなんですけど、なんかキャンペーンしてるみたいでフリーレントとかもあるらしいです。すごいっすね。物質が多いせいですね。ああ、いや、にしてもこのクオリティでこの階層でこの家賃、うん、いいっすね。安いと思う。安いですね。あ、ごめんなさい、ちなみに最寄りの駅どこですか。ここ森の宮。あ、森の宮なんですね、はい、森の宮駅どこ。5分。5分。あ、近いですね。大阪メトロの森の宮が5分の、はい、環状線森の宮7分。うん、谷町4丁目も近いんじゃないですか。谷4が8分。谷4は8分、うん、あー、なるほど。ツッコミどころは何かと言われたら、はい、この通りに挟まれているので、はい、こうどっか出るときに徒歩とかやったら必ず信号に。あー、まあそうか、確かにそうですね、うん、あの中央通りと本町通りの、そうですね、のところなんで、うん、でもめっちゃ静かっす。静かです。はい、まあ、娘だね。その辺もタワーマン仕様なのかな。イメージだけで見るとわってなるかもしれないけど、見たら印象が変わるタイプですかね。確かに、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、で、次回もぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、さようなら。